さあ行きます NHK をぶっ壊。で当時からまあこのような NHK 怪文書っていうね、これ持ち込んだの僕です。これ文書に持ち込んだ僕なんですよ。いわゆる僕は実名の懺悔告白をする前に、もうすでに文春とはいろいろとやり取りをしてまして、でその早くその僕の顔と名前出してくれないと殺されるということをお願いしてた。っていうのはこの3月のこの3月31日号でこう僕の内部告発が出る2週間前なんですが、このような記事を載せてもらってるんですよ。70億円で米ゴルフ中継をせよというですね、海老沢さんの現場介入の電話、ね、ここですね。よく文書に出てきますよね、こうある NHK 職員が証言する。このある NHK 職員って僕のことです。当時まだ名前出てなかったんで。アメリカのプロゴルフ、ゴルフ PGA ツアーの放送権が来年いっぱいで切れるのですが、辞めた海老沢さんの鶴の一声で契約更新がもうじき決まろうとしているんです。 PGA との契約は関連会社のマイコが NHK の代理として行っていますが、海老沢さんは会長を退いた後、マイコの、まあ、担当者、これ川村さんというんですけど、川村さんに直接電話をかけ、 PGA の件で諸星さん、当時の理事ですに会いなさいと指示を出したんですと。マイコおよび NHK ともに否定してるって括弧に書いてますけど、で諸星理事といえば海老沢さんの側近中の側近と呼ばれた、呼ばれ4月末の理事改選において去就が最も注目される人物である。その諸星理事に会うように指示を出した海老沢前会長の真を NHK 関係者が推し量る。これ僕のことです。 NHK 社は僕のことです。海外スポーツの放送契約は報道局マターなので、報道局担当理事の諸星さんのハンコで通るんです。しかし諸星さんは今海老沢直系と見られ、内外からの風当たりが強く、4月の任期満了で理事の座を追われる可能性が高い。そのため、諸星さんが決裁できるうちに契約更新を決めてしまおうという海老沢前会長の意向が透けて見えます。こんなこと知ってる人って NHK の中でも、まず海老沢会長が電話しました。誰に電話したかって言ったら、アメリカの PGA と交渉する関連会社の川村さん、諸星という理事に会いに行けと。で、PGA のゴルフの契約してこいと、諸星が反抗する。で、この川村さんは僕に電話来たんですよ。立花ちゃん、海老沢さんはこんなこと言ってるけど、お金の裏付けあるの？僕が NHK のスポーツの予算について、もう一手に牛耳ってましたからね。だから、僕に電話があったんです。この話を知ってるのはこの4人プラススポーツの局長の大久保さんって人5人ぐらいしか知らないです。詳細に書かれてるんで、これもちろん僕が喋ったっていうのがバレることを前提にね、もうめちゃくちゃ金額まできっちり書いてあるんですよ。だこれによってもう NHK にバレたんです。あ、これバラシェの立場だよな。すぐに僕の隠れ家っていうか自宅に来たんですよね。嫁さんと子供がいる当時初代のマンションに住んでたんですけど、僕はその前にもう隠れ家に隠れてたんですよ。そしたら嫁さんに、多分来るからなって言ったら、もう朝の8時ぐらいに、もう別れて嫁さんですけど、やっぱあんたの言う通りやわ、今来たわ、下でインターホン鳴らしてるわっつって、そのマンションなんでオートロックなんで開けてくれしか言わないと。急にこの文春の記事が出たら、もう朝早くから来たと。二人でね。で、この後僕がその2週間、まあ実名の内部告発が出るまでは、本当殺されるんじゃないかということで、八王子のホテルとか、池尻大橋のホテルとか、あと吉祥寺のホテルとかね、偽名で点々と泊まってましたよ。まあ怖かったですね。まあとにかくその段階ではこの事件で一人死者が出てるのでね、人が殺されてるっていうのを聞いてたんで、まあ、NHK の弁護士から聞いてたんですよ。本当怖かったですよ。だからそこを本当にね乗り越えてきてるので、これが出るまではね本当に怖かったっす。はい。でこれが出た時の僕の想定ですよ。
いや、それは民放やるでしょうって。NHK の不祥事をどうして民放を蓋するのよって。もちろん NHK もテレビでやるよねって思ってましたよ。ところがやってくれないです。これね、フジテレビが唯一取材に来てくれたんですよ。イメージとしたらこれが一番分かりやすいです。今回木原さんの事件で、佐藤誠さんっていう元刑事さんが記者会見やりましたよね。あの記者会見にいろんな人来られましたよね。テレビは報道しなかったけど、あんな感じで週刊文春もこの記事が出た時に立花さんの取材を受け付けたんです。で、唯一来てくれたのが朝日新聞系の、週刊朝日の記者が来てくれました。あとは、だからフジテレビが来たんですよ、とにかくね。で、フジテレビが来てくれて、で、インタビューまでしたのに、放送されなかった。長谷川豊さんっていう人が、フジテレビ当時アナウンサーでいて、光くんと青汁王子に呼んでもらった賛否両論という YouTube 番組で、僕と、長谷川豊さんと光くんと、青汁王子の4人で話したときに、長谷川豊さんに聞いたんですよ。あの時フジテレビに、立花さんの情報は来てましたと。ただ、これがね、NHK の整形料をフジテレビがやるのかってなると、そういうまずいことはやめようということで、結構早い段階でお蔵入りになったらしいです、これ。これ、報道しなきゃいけないでしょ、これ。NHK の現役の経理職員が、不正なことをしましたって告発してるんですよ。で、これについて僕は口から出まかせ言ってるわけじゃなくて、翌週の文春の記事でこうなってます。立花氏が告発した不適切な経理処理は、ソルトレイクオリンピックの裏金以外にも以下のものが挙げられる。1993年のクローズアップ現代でのテレホンカード偽造機にまつわるキックバック。NHK 広報は12年前のことで確認できないと回答します。1998年アジア大会での裏金、NHK 広報局確認していない。ここまでは確認できないんですけども、1998年フランスワールドカップでのワールドカップサッカーでの盗難とチケット転売による補填については NHK 広報局、盗難は事実だが補填した事実はない。次、とびとび1年の西武ライオンズキャンプ取材で関係者に送ったと偽って自宅や上司に名産品を送っていたことについては NHK 広報局も事実と認めた。これ事実と認めてるんですよ。政治家の息子の記者、スポーツの記者が松坂大輔さんに、春野のキャンプだったら高知県のカツオのたたきを渡したって伝票を書いていたんですよ。こう本当にそんなのどっかに送ってるからカツオのたたきを野球選手に渡すのかみたいになって経理局が電話したら送った先が自分の実家と上司に送ってると。犯罪じゃん、こんな完全に。これは認めてますね。2003年ウィンブルドンテニスでの盗難、ウィンブルドンテニスで、NHK 広報局もこれは事実と認めてます。持っていかれたんですよ、コピーとか机とか椅子、偽の業者に。で、これも僕が裏金作って補填したんですよね。いわゆるほとんどが海老沢勝司会長だった時代に行われたことで、ね、そういうことを現役の NHK の経理職員が内部告発をしてるのに NHK も報道しないし民放テレビも報道しなかったんですよ。これってやばいですよね。今のジャニーズ問題と何も変わらないでしょう。結局内部告発をして命がけでやっているのに国民が知らなきゃね、いけない情報をテレビ局はやらないわけですよ。やっとインターネットが出てきて今に至っている。で、僕が4年前にね、おかげさまで国政政党にの党首にしていただいて、で、僕の力不足もあるんですが、そこから4年経ってあまりね、いろいろと動いてないかなという中で、そうは言ってもやることやってますよと、だからこれがもう少しね、
時間が経てばテレビの力もどんどん減っていってですね、まあ、YouTube で の取り上げ、ネット上での取り上げが出てくるだろう、出てくると思ってます、はい、とにかくね、内部告発ってめっちゃ大事なんですよ。暴露っていう言葉は間違いで内部告発なんです、これね。だからガーシーがやったこと、そしてまあ今回のジャニーズの子たちがやったこと、すごく大事でですね、正義を信じる人がやったことを国民の皆さん知ってですね、それに基づいて選挙の投票に行ってほしいなと思ってます。